授業中に紙に書いたりした落書きなんですけど、まあやっぱりね、なんか人それぞれね、落書きって個性が出ると思うのよね。だからちょっと今日はね、みんなに落書きを募集してきました。もうなんかね、もうね、癖が強すぎた。でもなんかすごいね、もう幅が広くて、すんごいレベル高いのもあれば、もうね、どうしたらそんなのが思いついたのみたいなやつがあったりとか、まあね、そういう感じで、まあ、いろいろね、紹介していきたいと思いまーす。こちら。黒板、学校かな？学校の黒板に書いてくれたらしいです。キリン人間みたいなね。この下ペロペロしてんの何？気持ち悪い。こんなん学校に書いてやったらさ、もう、衝撃なんだけど。気持ち悪いって思うじゃん。でもね、ちょっともう一つね、書いてくれたんだよね。はい。2個目。いや、すんごいシンプルなんだけど、気持ち悪い。素直に。待って、もしかするとこれ気持ち悪いで片付けちゃいけない作品なのかもしれない。いや、これ実はもしかするとすんごい、すごい、これアートだよ、アート。もう、2億円すごい計算し尽くされたやつなんじゃない？なんでもないや。あれ？あ、そんなことない。これ全然センシティブじゃないよ。これただのキスだよ。これは、よくわからない生物が、キスをしているところですね。いやー、すごい。あ、じゃあ次行きましょう。はい、次はい、ということでね、よくいる、おバカな人の教科書ってこんな感じだよね、ということで。これこれ、16ページなのになんか数字とか足して、ページ数多いわらわらとか。いや、ツボ浅すぎでしょ。ツボあっせーな。いるいる。こういうの。てか、私もやってたわ。さすがに数字に足して、数字数多いわらわらとかはやらんわ。いや、さすがにツボ浅すぎでしょ。はい、じゃあ次。あー、楽。期間あるね。かわいい。でもかわいい。なんかこういうさ、てかなんかちょっとさ、海外っぽくない？なんか目がめっちゃさ、でかくてみたいな。でなんかさ、手とかさ、指とかなくてパパパパパパパってやってる。ああ、待って、こういう感じだ。こういう感じ。かわいい。かわいいよね、これ。はい、次。あー、やばい。もうやばい、やばいでしょこれ。いやいやいや、なにこれ。あのね、すんごい癖が強い。もうこんな落書きあったらもう、隣の席の友達ビビるよね、普通に。さ、上行ってさ、なんか顔描いてんな、みたいな。最初ね、こうね、なんか落書きし始めて、なんか顔描き始めたなとか思うじゃん。それで、いいじゃんみたいな、かわいいじゃんみたいな、見てきたらこれみたいな、みたいな、お前指かく位置ちげえよっていきなり指かき始めたみたいな。怖い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 よ、普通に。こういう生物いそうだよね。なるほどね。なんかこれよくこうやってさ、なんかよく見たらゾウみたいだよね。この鼻の部分がこの真ん中指でみたいなね。はい。ということで、次、ちょっとみんなの産地もね、なくなりそうなんでね。ちょっと次行きましょう。グロすぎたんで、ちょっと。はい。こちらですね。打ち首されてたから繋げやすかったわよ。などと言っており。ハートンを、つ、な、げ、て、み、た、い。ということで、ハートン人間ですね、これ。ムカデハートンだね、ムカデハートン。ということでね、ね、
もうぜひね、メンバーシップに入ってくれたハートをね、ハーチャマからね、特別にね、このね、ムカデハートスタイルをね、やらせてもらおうと思うんで、ぜひね、実験協力よろしくお願いします実験協力、もう最近ハーチャマムカデ人間から目が離せないからね、もういつも予告動画見てる。